ヘロルツベルクは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテルフランケンのエアランゲンヘイシュタット軍に属す、市場町。ニュルンベルクの北約8キロメートル、エアランゲンの東約17キロメートルの、連邦道2号線及び、グレーフェンベルク鉄道沿線に位置する。この町は、単に大都市圏の住宅地というにとどまらず、大企業の所在地でもある。かなりの高低差がある。この町は、 ゼーバルダー・ライヒスバルト内に位置する。レグニッツ川の支流であるグリュントラハ川が町を貫いて南へ流れる。この町は公式には5つの地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。1978年以降、中心部の北東、カルヒロイトに近い高台に位置するグロースゲシャイト及び、 クラインゲシャイトの集落がこの市場町に属すこととなった。ヘロルツベルク地区自身は、シュテッテンベルガーベグ及びフンツミューレの開発部分を含んでいる。シュッテンテベルガーの奥にあるシュテッテンベルガー池は、大方の認識とは異なり、ヘロルツベルクではなく、カルヒロイトに含まれる。この町の起源は、11世紀にまで遡る。この町は、 1391年から400年以上に渡ってニュルンベルクの都市貴族一門であるゴイダー家の所領に属した。ゴイダー家は4つの城を築いたが、それは現在もかつての自衛協会と共に印象的な街並みを作り出している。1837年にフランクフルトの脊椎動物古生物学者ヘルマン・フォンメイヤーはヘロルツベルクで恐竜の発掘を行った。 この町の議会は二十議席からなる。教会教会と四つのコイダー家の上官は、この町の重要な建造物アンサンブルである。城は現在、鎧窓の一部の色を変え、その色で識別して呼ばれている。黄色の城は、ハンスザックス通りに面している。白の城は、教会のすぐ隣に立つ。緑の城は、同じく教会通りにある。赤の城は、 上の市場に立っている。ヘロルツベルクは長年フェアイニヒテンパピアブルクの本拠地で衛生用品をここで生産している。1995年からはスワンスタビログループがここに会社を構えている。これらの文献はドイツ語版の文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際して直接参照しておりません。ありがとうございます。